長沢露雪の師匠である丸山応挙は晩年の1795年に兵庫県の大成寺っていうお寺の各部屋の襖絵を一門を率いて描きました。露節は王教の右腕と言われた。 小牧元気と共に、大丈寺っていうのは2階建てになってるんですけども、2階には2つの部屋があって、その2つの部屋を小牧元気と分け分けして描くっていう形になりました。で、描いたのが、猿の群れっていうことでね、非常に露節らしいなーっていうところなんですよ。で、このお猿さんなんですけど、かなり早い筆で、早書きで描かれてるんですね。そうすることで画面全体にめちゃくちゃ躍動感が生まれまくっているのが非常に面白いところなんですよ。で、他の部屋のお弟子さんたちがね、風、 展開しているのがほとんどなのに対して、露雪だけは完全に師匠の画風からも逸脱した違い封建的な画風になっているのが非常に面白くて、まあ王家も露雪の才能を認めざるを得なかったのかなっていうところですね。